続いてサンドバッグを使ったトレーニングを紹介します。本校では3年生になるとここにあります約45キロのサンドバッグを利用してのトレーニングを行っています。1年生2年生のうちはまだ力がないときにはさらに軽い30キロ25キロのサンドバッグを使っています。ここでは30キロの45キロの一番重いサンドバッグを使ったトレーニングを紹介します。まずは抱えて肩の上に左右に乗せます。意識することは体幹が崩れないように姿勢を意識します。それではやってみます。はい、はい、一度体の上の方に引き上げてからやるのがコツになります。続いて左右に体を相手の体を振るような形をイメージしたトレーニングになります。重さをしっかりと受け止めるために体の体幹が必要ですし、さらに手を振っているときに後ろに崩れてしまうのを防ぐ、それを意識するのに体幹を使います。それでは連続してやってみます。左右に振っています。真横に行くような形でやってみるといいと思います。